あとは気になってたのは、あ、よく聞いてたのは、これ、登山のノルマとかってありましたか？よくあの頃って、階層700年とか750年事業とかたくさんあって、結構大きな大会が本山にたくさんあったじゃないですか。で、何万人集めるっていうのがあって、あと、その頃、記念事業で、新六万塔とか、いろんなのを建てられて、で、まあ、草加新報の報道によると、もう、コケ工員はもう強制的に、もう年取った人がもう何回も何回も登山させられて、要は数合わせなしなきゃいけないから、っていうのとか、あとは、新しいその新六万塔を取るのに、これもなんかその供養を収奪したいから、その名目を作って、もうたくさん供養をかき集めてっていう報道が、もう常にされていたんですけど、その辺のっていうのは実際にいらっしゃって、その、もちろん違うとは思いますが、その登山に関してはね、実際私もそう思うね。その7万6千人を一発で集めた時はね、まず6万人だったんだよね、6万結集。何回かありましたよね、いろいろ結集がね。6万結集と一発の時は、それはその何回も何回も成立してないんですか。一発だから。ただ、一発決勝の時一発決心の時は、本当に6万の時は6万2千とか3千かな。7万の5千の時は7万8千人。これ本当に集まりました。それから、そのための啓蒙はだけど、真剣に本当に必死に、もう草の根を分けて啓蒙した。だから、ある意味、なんつうかな、無理くり連れて行かれた感のある人がいたことは事実ですよ。それからもう一個はね、記念行事で、慶祝登山で何回も何回も行った時なんだよね。で、トータルで何万人になるわけ。ありがとうごあの時は俺も思ったわ。結局ダブルカウントじゃんかと。累計で以上で、あれもね、最初の打ち出しの時はワンカウントのはずだったんだよ。それでみんなやりましょうと。で、俺もそのつもりで、平成14年だ。平成14年30万相当だ。思い出した、思い出した。そんなのもありましたね。いろいろたくさん、いろんな何十万とかたくさんあった30から。万相当さんに関しては、私はね、本当に体感として、書き方はともかく、仰せの通りだね。これはそのも通りなんですか？打ち出しの時はワンカウントでやるっていう目標でみんなスタートしたのに、なんかだん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 ね、なし崩しになってくるんだよ。で、俺もいいのって思ったけど、俺はだから何回カウントされたか分かんない。それで、新しい人を連れてくることにおいては、一緒にカウントされていいんだよ。っていう風になっちゃった。ちょっと拡大対策そうですね。拡大前もこんなもんね、絶対になんつうか、チョンですよ。こういうハードルを下げて。そして、俺が実際やっててそう思ったもんな。で、俺はどんどん新しい人を啓蒙してさ、植物して新しい、できたてほやほやを連れていくわけよ。で、植物した、勉強にはなった、勉強とかすごい活動したけども、でも俺までカウントするのはおかしいだろうっていうのはずっと思ってた。で、法華経が、連合会が、結局、その、なんだ、ゆる気に落ちたの。で、その次にもっとひどいと思ったのがさ、つけこかい費がカウントされ始めた。それも新聞にあった。でも本当なの。だから俺は本当にね、恥ずかしいことだと思う。それは本当なんですね。本当です。自分がやったのは間違いねえよ。で、30万総登山は俺は絶対敗北だと思ってる。つまり30万総登山は敗北なんですよ。敗北です、あれは。間違いない。だから、二度とこういうことが起きないようにと思って、もう一回、俺も再度立ち上がったっていうか、あの時だって必死に、もう本当に、あの時に本当入院するぐらいね、入院しなきゃいけないぐらい過労で動いたんです。でも、結局、法華経総体というのはこれもう完全な敗北じゃんって。柳沢さんでしたっけ？柳沢。名前が出てきた。法華経の一番偉い人。だからね、あれは本当ね、情けない。法華経っていうのは情けないなっていう。もっとみんなが、熱徹のごとくのね、植服をしてないから。だから結果こういう数合わせみたいなことになっちゃった。そこはもう、草加新報のご指摘の通り。もう何も反論いたしません。草加新報も全部が、なんか自分、ちょっと、草加新報が嘘って前提で今立っちゃってあれなんだけど、俺いつも YouTube で言ってんじゃん。宗門の僧侶の批判は、その100%嘘と言えない部分もあるぜって。
あ、ごめんなさい、そこもちょっとあんまり落ちてます、うん、全部聞いてないので。実際注文に入ってみて、原価に関しては俺はもう全く、あの一点の疑念というか、あるいはあの 裏切られた感がないよ。だけど、やっぱり一般のこのご存知方から言うとね、いや、確かになって首かしげなきゃならないこと結構あるの。今だって感じることある。でも、だから何よって話だよね。さっきの法によって任に技だから。あ、その方が変な振る舞いしてれば、仏罰を受けるのはその人であって、今じゃ、あの今、衆議院も経過も厳しいから、衆議院からもう厳しいお達しがありますよ。どんどん更迭されてる人いますよ、総理で。いや、結構な時代になったと思いますね。だからといって、日蓮召集全体が間違っていることにはなりませんもんね、と。だから、そういうことはあり得る。ただ、あの、草加新報の記事っていうのは非常にこう、えげつない心象膨大に書いてあるとか、あるいは表現が非常に品がないね。正々堂々としたその、非をきちっとこう、あの、言うんではなくて、いかにもこう、それをさ、ネタに、うっちゃ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 、こうね、人の、あの、不信を煽るような。あの、習慣的書き方。そうですね。品がないですよ。それは確かにそうだなとも思います。うん、でも、学会からすると、心地いいんですよ、あれは。まあ、入っちゃうんだよね。はい、やってる、またゴシップやってる、ゴシップみたいな、はいはい、だから読みやすいんですか、あれ。ゴシップってのは大体人間の根性がさ、はい、あの末法の市場っていうのは三度の合唱だから、はい、そういう文章の方が入りやすい、あれは入りやすいです、非常に正当な文章ってものが入りやすくて、はい、だからその感じでずっともう注文攻撃すればもうみんなに入ります。だけど、その点についてはそう、ただ六万頭とかの記念行事に関してのご供養の強要は絶対ない。ご供養の強要はなかったと、うん、まあ、私もそれは知る範囲によってね、うん、においてのご供養の強要はないね、うん、これは間違いなくないね、もうまさに本人 の、 あの、うん、心出すところと。ただ登山に関してのその数に対するノルマ達成に向けてのその、なんだ、号令は取る人にとっては強制に聞こえた人もいるだろうし、あるね、それは今だってあると思うな。やっぱりほら、それから今の尺度目標もそうだよ。支部青岸目標ってものを、あの平成33年には80万体制というものを作ろうというふうに打ち出されている限りは、当然、出口があるわけだから、そこの階段もあるわけですよ。その階段を毎月毎月達成していきましょうということについては、俺自身がだってみんなに葉っぱ飛ばしてるもんね。葉っぱかけてるもん。なんとしても明宗寺24を達成していこうよと。それこそが今の現行承認の心にお答えしていることだからって言って、これを、まあ、もう口開けば俺はそんな話をしてる。ってことは聞く人にとっては、もういい加減にしてくれよって思うでしょ。多分自分がそこにいたら、自分逃げちゃうかもしれない。ちょっと厳しいから。現に逃げて、いた人いっぱいいる。もう豊田さんの元じゃった。ああ、なるほど。だけどそれは事実ですもん。だけどじゃあ大承認の御所本気で読んだことあるのかって言いたいんだよね。初めから最後までほぼ8、まあ、6割は釈服をやらなければ功徳はありません、下手すれば地獄に落ちますよっていう、そういう御所ですよ。大乗人自身がそうなんですよ。こんな釈服のないだって日蓮仏法なんてありえないですよ。功徳のないことを人に言うってことは無慈悲だからね。だから事業を受けた今ね、末法の日蓮が唱える題目は前代に異なり、事業を受けたにわたりての南明法蓮華経なりって。だから御名を招待だけしている題目では大聖人様の仏法としての功徳は実はないんです。完成しないんだもん。あのまあね、引きになったと言うと、あの昔はどうか今はどうかしないけど、髪の毛を染める液と同じなんだよ。必ずあれは直前に2つの液を混ぜて髪の毛にこう塗ったくって初めて色が染まるんですよね。それを片っぽの A 液だけこうやってクチュ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 混ぜて髪の毛つけたってさ、永久に染まりません。それと同じなんだよね。だから寿命と桁が本当にこう当分塩梅よくやってないと、両輪のように、これ学会だってずっと言ってる、それはもうずっと言い続けてることですね。それはもう両輪がないとダメですって言われます、うん、その原理は全く、ただ方向性と発体を間違っちゃってるだけで、学会は修行方法としての原理は別ですね。でそれを強強に言えばそうやってまた上げ足を取れるようになるわけですけど、そこはあるよね。登山
登山と食欲はやっぱりこれは修行であるから啓蒙していきましょうと。啓蒙ということは結局は行きたくない人をどう行きたくさせるかっていうことじゃないですか。うん、だからまあでもおかげさんでそれを強々とやってる人たちは本当に功徳を得られるからね、うん、門章理章現象がぴったりしてるから。学会の場合はやってもやってもみんななんかどん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 変になっていくだけであってさ、紋章がしっかりしてない、つまり発体が間違ってる、存在自体が方々だから、やればやるほどどん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 こう変になっていっちゃう。まあそれはね、逆に言うと創価新報が宗門に学会を流したくないために一生懸命書き立ててるだけのことで、さっきの御門にも抵触しちゃうわけよ。宗内の僧侶、宗内のやり方についていろいろ、それは過不足はあるでしょ、人間がやるんだから。それをいちいち都がありってあげつらってたら、結局は仏法方法を大統領を失うってことになっちゃうんだよっていう、その通りになっちゃってますよ今。だから学会員を宗門に逃がさない、逃さないためにとにかく宗門は尺伏地獄だ、供養地獄だ、登山地獄だっつって言って、漏らさないようにしてるだけのことテクニックです。それに乗っかっちゃったらね、それで方々っていう団体にずっと存在一緒にいるってことは方々与道在にずっとやり続けるんだから、大変に怖いことなんだよ。自分が積極的にやらないとしても与道在だからほぼほぼ同じ罪を受ける。一緒になって船で行ったら無間地獄に向かって進んでる 大型客船に乗っかってるようなもんだから、乗ってる限りは同じ目的地に行くわけですよ。そうです、うん、降りないから。